今日はあの美月さんの写真集が届いたので見ようかなって思います。パジャマですよ。パジャマにしてる。美月さんの写真集が届いたので、本当に嬉しすぎます。ちょっと早速開けちゃおうかな。おお、すごい、なんかポストカード付き、かわいい。ポストカード付きですね。山田さん、ハートありがとう。何ページから見ました？最初から見ますよ。わあ、すごい、すごいです。え、ヤッホー遠野さん、久しぶりです。本当に嬉しい。他のとこばっか浮気に行ってたんでしょうか。プンプン。ちょっと開けようかと思います。もう美月さん本当に可愛すぎて、もうやばいです。本当に、いやー、すごい。ちょっと拝見させていただきます。お、なんかポストカード、え、すごい、2枚もついてる。やばい、嬉しい。国宝、国宝じゃない、花宝にします。じゃあまず1ページ目から見ますね。お、美しい、本当に可愛すぎる。可愛い。え、もうやばい、透明感、透明感がすごすぎる。え、可愛い。私は3ページ目がすごい好き。なんかめっちゃ可愛いです。可愛い。見せて。見せませんやん。横顔が好きかな、私は。え、かわいい。めちゃくちゃかわいい。何この眩しい笑顔、何この眩しい笑顔。可愛すぎる。なんかしかもめちゃくちゃなんかスタイルがいい気がする。めちゃくちゃ可愛い。え、可愛い。え、もうこんなに美しいお顔を見たことがない。可愛すぎる、本当に。
猫ちゃんとのツーショットが可愛すぎます。なんか切ない終わり方、なんか切ない、なんか1年後とかに見たらなんかめっちゃ泣けてきそう。本当に素敵な先輩、本当にもう素敵な大尊敬する先輩、ハートありがとうございます。いやー、なんかなんか切ないね。あ、なんかついてる。いや、やめとこ。いや、そうなんですよ。連絡先を交換したくて。でも、昨日、明日行こうとしたんですけど、行きれなくて、本当に悲しすぎて、本当にショックでした。本当に沖さんへの愛は誰にも負けません。本当に沖舞さんへの愛、本当に好きすぎて、本当にありがとう。本当に、なのに卒業公演見られないのはショックすぎました。なんか席がもう埋まってるみたいな言われちゃって、本当に悲しかった。見届けた気も本当に寂しすぎる。なんか本当に来たかった、本当に悲しすぎて、もう一生後悔する。落選、悲しい。カミカ、ありがとう。本当に来たかったよ。もうやだ、切ない。都知事権出ないですよね、沖さんの公演。井口さん、ありがとう。悲しい、本当に悲しすぎる。本当に、そう、なんか最後会いたいですって言ったら、なんか最後なんかバタバタしてるのでみたいな感じで言われちゃった。ピカピカ、ハートありがとう。当日券あるのになんで私は入れないの。
なんですか、関係者のとこが終わったんですか、誰か先輩方が行くんかな。変装して、変装したいです、本当に変装したいぐらい。もう悲しすぎて、もうやばい、悲しすぎて。本当に悲しい。ありがとう。あ、流星さん久しぶりな気がする。かわいい、結婚して嬉しい。でも結婚は NG 悲しいだけよ、本当に悲しいだけよ、本当に悲しすぎます。なんで本当に悲しいよ。付き合うのはセーフ？ダメだよ。楽屋のとこに行くの、なんかバタバタしてるみたいな感じで言われちゃった。なのでなんかなんかね、本当に悲しいですね。なんか沖前公園もダメだったのに、悲しすぎる。
かなすぎよ。めっちゃ落ち込んでるよ、本当に悲しい。悲しすぎて言葉が出ない。ピカピカありがとう。あー悲しいよ。聞いてみようかな。立ち見でもダメですか。本当に悲しい。でも行ったらもう悲しすぎてやばいので、多分やばと、やばいから逆に行かないっていう手もあるけど、最後会いたいっていうのもあります。多分最後会っちゃったら
もう悲しすぎて。沖さんの卒業会も明日で最後じゃないの？悲しすぎるの、やだよ。あ、田中幸子さん、最近なんか田中幸子さんのことね、好きなんですよ。なんかすごく優しくて、なんかあのアーシャ撮影の時とかめちゃくちゃ顎プニプニしてくれた。めちゃくちゃ本当に好きなの。コウコさん、コッコシャン、コッコシャン。飛ばされた。え、すごい。え、すごい。乃木坂法？初めてかも。こんにちは。皆さんこんにちは。すごーい。 STU48 の新井リアって言います。 STU48 の新井リアって言います。嬉しい。飛び飛びサービスありがとうございます。嬉しい。皆さんありがとうございます。嬉しい。高校1年生です。 STU48 自己紹介しますね。 STU48 の3期研究生の新井リアって言います。新井リアって言います。高校1年生の15歳です。ぜひツイッターとかアラリアで検索してくださったら嬉しいです。 STU は瀬戸内ですね。嬉しい、ありがとうございます。リア中と呼んでください。嬉しい。リコチさん、リコチさんの、リコチさん同い年、嬉しい。ちーちゃんさん嬉しい、ハートありがとう。リア充ではないです。嬉しい。飛び飛びサービス初めて。飛ばされがち。ぜひこの機会を通して私のことを好きになってくれたら嬉しいです。ぜひフォロー待ってます。ツイッターやってるので、ね、ツイッター載せとくね。
こんな感じですね。 X はテロップに書きました。ぜひツイッターでアラエリアって調べてくださると嬉しいです。嬉しい、とびとびサービス嬉しい、初めて。つきまろ口癖チキやばい。ありがとうハート、嬉しい。のげ、やっぱり、迷っちゃう。五期生さんだといっぱいいるんですけど、池田テレサさんと小川彩ちゃんと一ノ瀬美空ちゃんあと井上凪ちゃんが好きで、四期生さんはなんか好きが多くて困るんですけど、やっぱり遠藤さくらちゃんが好きですね。はい遠藤さくらさんです。で3期生さんだと山下美月さんが好きです卒業コンサートがね、美月さんの。行きました、行きますか皆さん。美月さんの卒業コンサートめちゃくちゃ行きたかったんですけど、本当にさくちゃん、さくちゃん、さく、本当に好きです。遠藤さくらさんが最終日行きます。遠藤さくらさんが好きなんです。なんて言うんですかね、なんか本当にスタイルもすごく良くて、笑顔が好きです。遠藤さくらさんの声も好きです。で乃木坂さんはずっと前から好きで、乃木坂工事中を見てます、いつもで美月さんのヒット祈願、山下大サーカスを見て感動しました地球コンサート全て忘れちゃった。モノマネモノマネか、さすがにちょっと可愛すぎて、多分ちょっとガチオタ。でも結構昔から好きです。ね、怖すぎ、本当に感動しました。ピカピカありがとう。行きたかったです、本当に。山下美月さんのツッコン、そうなんですか。ちょっと井上凪さんのちょっとモノマネをしようとしたんですけど、さすがにこの私がやるわけにはいかないので、せーのそうなんですよ、これをやろうとしたんですけどちょっと自分がやるとあれなので、あ、トシさんまた結婚して気の振り、トシさん NG
でも嬉しい。ももさんが一押しなんだよね。ちょっとやめて、りっくんさんやめてください、ちょっと。あ、セクターさんですか。え、めっちゃ可愛いですよね。たしさん、ハートありがとう。にゃん。本当にやばい。自分がやるとやばい。叩かれそう。叩かれそうだ。三つ続けていこう。さすがにハイレベルすぎますね。なんか申し訳なくなっちゃってくる。本当に。もう。可愛すぎて。プテチーさんありがとう。やっぱさん結婚して浮気相手がいっぱいいるので NG。 やっぱさんはもうびっくりするほど浮気相手がいるので結婚はできない。いません。それはないです。いないわけが、いないわけがない。やっぱさん、よくない。あ、トーノさん結婚して。いやでもね、トーノさん最近ちょっと他いろんなルームでちょっと見るんですけど、トーノさんのこと。なんか、前、トーノさんのツイッターを見たときに、なんか、増えてたんですよ。気になるメンバーが。と思って、ちょっと本当に遠野さんはちょろくて、私多分私と付き合ったら、あ、もう他の女の子のとこに行ってしまうリスクがあるので NG。 大子さん結婚して本当にリアンのコート一途で見てくれますか。大子さん監視社会増えてないです。震え声増えてるじゃん。監視してますよ、みんなのこと。みんなが浮気してるのも知ってるからね。本当にみんな良くないよ。やっぱり私は3番目か4番目の女なんだね。本当に原からさん結婚して、もういろんなメンバーのツイートをコメントしてるのを何とか見たことがありますよ。沼りそう。私のリアチュー沼の説明をいたします。リアチュー沼は一度沼に入ると沼の周りはぬめぬめで、ぬめぬめのドロドロで、もう外に抜け出すことができない、はい、沼となっております。名前を最初に書いてますし。あれ、トモさん、でもなんか本当にいろんなルームで見るんですよ、遠野さんのこと。
なんかちょっとこれはおっていう何コメントをしてたりね、推しと結婚相手は違うということでよくない。沼から出ようとしたら、もう本当にもう天罰ですね。それはリアちゃんがいろんな料理監視に行ってるんです。みんなが浮気してないか見てるんです。ありがとうハート。広島旅行しました？どこ行きましたか？何食べた？広島美味しい食べ物ありますよ。私は揚げもみじまんじゅうが好きです。ハートありがとう。みんながもう浮気してるとこも何回も見たことがある。誰のルームよく見てる？3期かな。いおりちゃんやばい。揚げもん、本当に揚げもみじまんじゅう美味しいよね。何味が好きですか？私はやっぱり粒あんとチーズがおすすめです。本当によくない。みんな怒っちゃう。本当に浮気ばっかしたら。尾道ラーメンいいね。尾道ラーメンあんこ、でもたまにねルーム見てます。コイン集めじゃないよ。遠野さん、遠野さんはコメントもしてるとこ見たことあるからね。言われることある？知ってた？誰に？そう、アバター作るっていうの。他のルームは監視的。でもちょっと DD ソンのでサルトミニサイ。山がつく県？山梨県？ん？山梨県？山口県？岡山県。和歌山県。あ、山形富山。俺リアチュアし本当？ちょっと偉いって言ったじゃん。本当に私のちょっと心の中で引っかかってることはやっぱり。あのツーショットでもういろんな人ともう何十枚も撮ってるのを見てやばいなって思いました。本当に浮気すぎ。天才本当？尊いありがとう。だちさん誰推し？私自分のカード作ってます。浮気はしません。もうそれは浮気してること浮気してる人が言う言葉ですね。みきゃが何十万はすごい。本当に遠野さんもダメだよ。浮気ばっかり見てるから。なっちゃんにおいさん結婚して。でもあのなっちゃんさんはやっぱり一押しってことで、私は多分2番目の女だと思うんですけど、アバターも多分ナーピさんになってて、ちょっと私は多分3番目くらいの女だと思うので、それは多分良くない。あれはほんの一部。やばい。ミキヤくん結婚して。多分ミキヤくんもなんかプロフィールに
胸ゆきりかさんしか勝たんオタクって書いてあるので、ちょっとやっぱり私は2番目の女の子かもしれないので、ちょっとやめとくね。マイキューさんのカード、あでもたまに入れたりしてる、目の保養になる。見よしない。路面電車すごかったです。路面電車私よく乗ってます。周平さん結婚して、結婚して周平さん、やっぱり周平さんはお決まりさんがやっぱりね好きだね。私は多分3番目かな。何パーだろう、わっしょい。やっぱさんありがとう。あたしさんかわいい、ありがとう。瀬戸内さんハートありがとう。街並み確かにピカピカ、ありがとう。ハートありがとう。おひさおひさし、無理。そう本当に、あー奥さんのことで落ち込んでたんだ私。乃木坂さん本当に飛んできてくださってありがとうございます。本当に ありがとう。フラフラしてます、チック柄。ごきげんよう。許しま、ぜひ。厳しい、もちろん厳しくしないとみんなすぐどっか行っちゃうからさ、厳しくしないと。あ広島行くんだっていうことは、あそうなんだ。奥さんその浮気かな。嬉しい、マサル。たまには甘やかしてください。私には甘やす、あやあ甘やかすっていう何ことはしないですね。ちいちゃんさんハッタありがとう。三列目。噂の結婚できると本当にみんな良くない。あらにね、本当。他の子目当てで私もついでに見るみたいな。本当に遠野さんたら本当に褒め上手なんだから、いろんなルームでそんなこと言ってるんでしょ。今日ラストショールーム絶対見ます。皆さんじゃあ奥さんのルームでお会いしましょうね私通知設定してるので多分すぐ見に行きます。奥さんのルーム皆さん会いましょうね。はじめまして、お邪魔、はじめまして、嬉しい、来てくださってありがとうございます。ポーさん、ポー1123さん、嬉しい。はじめまして、 ST48 3期研究生の新井理央です。ツイッターテロップに書いたのでぜひフォローしてくださると嬉しいです。了解しました。リアちゃんも言ってくれるとか、忙しい。はじめまして、嬉しい、ありがとう。嬉しいですね。ありがとうハート。名前よね、本当に。私はがっかりですよ、もう本当に浮気ばっか。ちんちゃんさんピカピカありがとう。エクソールしました、嬉しい、ありがとう、嬉しい。今日もリアチが可愛いんだ、そうやってみんなに言って。サンバが見れない、家族枠で。これから嬉しい、ちいちゃんさん、まさるん結婚して。どうしようかな、私じゃなくて別の子がいるとか
マサルに。可愛いの、嬉しい、ありがとうございます。初めまして、本当に来てくれてありがとうございます。嬉しい、来てくれたわけじゃ、飛んで来てくださってありがとうございます。飛び飛びありがとうございます。嬉しい、飛び飛びサービス。今日も結婚告白が多めです。沖さんにコメントあえてしないですねこっそり見ておきます。沖さんのルームでみんな会おうね。その間に多分沖さんの配信が始まる前に多分いろんなとこ行って、私みんなのこと監視してるからね、動きしてるか。高校の勉強の調子いい感じです。浮気はしません。一番良くない発言、浮気する人の発言だよそれは。こんばんは、リアお姫様、本当にマサルン、こんばんは。よけーす、あれとしさん昨日も来てくれたんだ。としさん高校の勉強とても難しいね、本当についていけるか心配です。ちいちゃん、久しぶり中。寂しいのです。本当？それ本当ですか？本当ですか？ DD ねぎだってんだよ。でも楽しみ、ずっと見に来ます。嬉しい、ちーちゃんさん明日で普通の人、パチパチ。12位ゆいちさんパチパチ、11位おいもパンパチパチ、10位やっぱさんパチパチ、9位りゅうせいさんパチパチ、8位ライグさんパチパチ、7位あたちさんパチパチ、6位しゅうへいさんパチパチ、5位くじのだいこさんパチパチ、4位ポテチーさんパチパチ、3位ともさんパチパチ、2位やしさんパチパチ、そして今日の1位はエムズさんです。ありがとう、ありがとう、皆さん乃木坂ファンの皆さんもありがとうございます。コメントとかしてくれて嬉しいです。ありがとう、みんなありがとうございます。大工さん結婚して、あっバイバイ、全力可愛いキャスマーマーシャル、ありがとうございます。ゆみき、ゆみきさんが乃木坂の推しですか、ありがとう。結婚詐欺師がいっぱいね